今最新バージョンにアップデートをしたところなんですけど、これだ6周年。まだ今撮影してる時は進撃の巨人コラボ真っ最中なんですけど、9月13日金曜日から6周年イベントが入れ替わりで来るということで、これがもうトップ画面が変わっちゃいまして、え、全部出ちゃってないこれいやちょっと突っ込みたいこといっぱいあるな。まずね、まずまあどっから行こう。一番気になるのはもうたけしガタガタフォンみたいな、これが6周年の特別スキンかな。たけしがえ、スマホだよね、違うのかな、トランシーバーかな。なんかこう全体的にこの感じ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ふわっても青にもこのレインボーのサングラス、ちょっとパリピのような、なんていうの、ネオっていう感じ、いや違うかな気になる。で、タクロウがこのなんだ、なんか今日筋肉スーツみたいなマッチョスーツ着てるでしょ。で、ミカがアイドルみたいな、ネオアイドル、メカアイドルみたいな、なんて言うんだろう、わかんない。で、真ん中にうっすらヒロシがいるよね。なんか何このヒロシ、どうしちゃった。で、この真ん中にいる女の子はめちゃくちゃ可愛い子、ピンクと水色のサキバス、進化版だよね課金かなと思ったりしてます。いや可愛いな、可愛いの出してくる、課金っぽい。ミカとタクロは結構見える、ヒロシも結構見える、タケシがどうなっちゃった、タケシだけ。なんだろうこれ、なんて言うんだろう、ネオ系。でも青鬼の帽子がちょっと気になるのと、青ゼニがね、いつもシルバーじゃないですか、チャリンって。ゴールドなんですよねこれ。なんて言うんだろう、成金、お金持ちシーズン、なんだろう、ザクザクシーズンいつものこのカウントが2倍になるとかいう青ゼニなのかな、いつものとちょっと違うから。でも青ゼニなんですよね、1枚あたり2倍とか5倍とかいう、そういうえ、なんかザクザクもらえるんじゃない、青ゼニめっちゃ売りにしてるじゃん、頭にもついてるし、青ゼニたっぷりもらえるシーズンかもしれない。で、グワッティはね、毎回ケーキがね、山積みにされるんですけど、前回ぐらいからかな、もうずっと何個か重なると予想してたんですけど、ちょっとギュッとされてんのかな、5周年プラスアルファみたいな感じかな。すごい。ということで、まあ、トップ画面でずっと喋ってたまれなんですが、おそらくこの4人がスキンとサキュバスと、多分ガチャとか6周年の塔とかいろいろあると思うんですけど、で、実際に始まるのは9月13日金曜日15時からなんですけど、 TwitterX の方で公式さんからちょいちょい情報が、薄い情報が小出しにされてるので、ちょっと情報を共有しながら行きたいと思います。はい、一応先に進撃の巨人コラボ間もなく終わっちゃうということで、なんとか全部スキンチェンジいけましたっていうとこだけ挟ませていただこうと思います。一番大変だったのは、まあサシャもそうですけど、リヴァイ兵長出なすぎてさっきやっとスキンチェンジした感じ、残りラスト5体目が残り12個ぐらいまで出なくて、やばいやばいって言ってかき集めたメダルでなんとかスキンチェンジいけました。今回はちょっと短かったかな、私進撃の巨人アニメコラボ決まるって聞いてから本格的に見始めて、やっぱりハマっちゃって、この世界観すごい好きだったんで、またぜひなんか映画のタイミングとかで、なんかのタイミングで第2弾コラボ期待したいなと思います。いや、めちゃくちゃ面白かったという感じです。一応今のところこんな感じで、あとは青鬼進撃の期間限定百鬼夜行を結構やってたんですよ。動画視聴めっちゃして、チケットもめっちゃ貯めてやったんですけど、で、その動画ちょっと挟む時間がなくなっちゃったので、なのでまあなんかの形でショート動画とかなんとか遅ればせながら上がるかなという感じに今回はさせてもらおうかなと思います。はい、こっからは青鬼公式さんの X の方の情報になるので、もうご存知の方も多いとは思うんですけど、9月13日ちょうどこれリリース記念日なんですけど、6周年を迎えるので記念イベントが開催されるぞ。一緒についてたモザイク強めの画像がわからんただめちゃくちゃある気がする。上に青鬼がいるでしょ、さっきの帽子かぶった青鬼かな。で、なんかあるんですよ、多分6周年の塔とかガチャ、メダルガチャとか特別課金ガチャとかなんとかガチャとか、青鬼ラン、青鬼じゃんけん、なんかもうモリッとくるとは思いますちょっと今の段階では全く状況わかんないですが、おそらく例年通りの感じだと思います。そしてこっちが新機能予告、9月13日からの6周年イベントにて新しい記念イベントが開催するぞ。全ユーザーが豪華な報酬を獲得できるチャンス、乞うご期待。で、またモザイクでこの画像が出てました。これは
トップ画面にあった帽子かぶってゴールドの青ゼにくっつけた、でザクザク青ゼに手を伸ばした青鬼がいる、これが多分新機能、新しいモードなんじゃないかという感じで、真ん中にね青く青鬼、これは確認できるんですけど、ピンクでね横に書いてあるこれ何っていうトレ、ノートレじゃないよね、青鬼、青鬼なんとか、おそらく青銭がザクザクゲットできる新機能が追加されるのか、6周年だけの期間限定のイベントなのか、これもまたわかんないですが、新しいのが来る、ちょうどね通知でも新機能が6周年来るぞみたいなのが来てたんで、これが加わるっぽいので、今回これメインかな。新しいのだとゴールドの青銭がちょっと色違うんで、最初も言ったんですけど、なんか数え方なんかボリューム違うのかなっていう気はしてますけど、ザクザク青銭がゲットできるものが来そうな感じがあるというモザイクです。はい、そしてもうアップデートして青鬼のシルエットチェックされた方も多いと思うんですけど、4体出てますでさっきトップ画にあった青銭ザクザク帽子青鬼と6周年ふわてぃケーキの青鬼も出てたんで、もうこれシルエット出しちゃうんですけど、他の2体これもツイッターの方、 X の方では出てるんですけど、少し前に6周年のボス青鬼のイラスト募集があったんですけど、そこに当選された2つの青鬼がもうシルエットとして出てきてます。公式さんの X の方でもう当選者が発表されてるので、ここでシルエットも出しちゃえるっていう感じだと思うんですけど、こっちですね、公式さんの方で発表があったものが、この2つの青鬼がボス青鬼として出てくる。すごい、もうシルエット見る限りかなり忠実に再現されてると思うんですけど、ちょっとね読み方わかんない、泣きアートさんかな、違ったらごめんなさい。オムライス鬼、これめちゃくちゃ可愛い、旗もついてスプーンもついて、やばい、今回のモンスターがオムライスになって登場するのと、もう皆さんご存知シューポンキノコさんの青鬼も当選されてまして、6周年ラスボス鬼、これももう衝撃的にかっこよすぎる。だってもうこのポーズがラスボスだもんねこの悪魔のちゃんとなんていうの、角とか超豪華な椅子もボスっぽいしこんな青鬼かっこよくなるっていうぐらい最高ですねかっこいい、めちゃくちゃ楽しみだね。両方とも多分過去の3周年4周年とかタマゴッティとかね出てくるとは思いますけど、え、百様とか出てくるのか、6周年の塔に出てくるのか、ボス鬼だもんね今回募集が、ちょっと気になるので、その辺も注目しながら楽しみたいと思います。はい、ということで今回はもうモザイクとか情報のお知らせだけになるので、9月13日当日の6周年イベント一緒に楽しみたいと思います。そして入れ替わりで終わっちゃう進撃の巨人コラボ、メダルとかもねゼロになっちゃうので、ギリギリまで回したりチャレンジで青銭もらったり、青の塔も一旦リセットになるので、報酬一回受け取りたい方は青チキ消化して報酬受け取ったりっていうのも必要かなと思います。あとはシーズンも多分一緒に変わっちゃうので、その辺も追い込みなどあると思いますという感じなので、9月13日金曜日、ちょっと不吉な日ですがすごい気合が入ってる6周年、もう6周年も経つんだね、6年やってますよ私これ、青鬼を一つのゲームを6年もやったことが今まであっただろうかYouTube の活動ももう6年近くなるんだね、やばー。ということで6周年も一緒に楽しみましょう。6周年の動画、当日はちょっと厳しいかもしれないんですが、たくさん動画上げていきたいと思うので、ぜひチェックしに来てもらえたらと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。